毛量が多い方でもおしゃれに決まるポニーテールやってみたくないですか？こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。よしぽんです。はい始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。低くないですね。いえいえ、そんなことないです。はい、はい、じゃあ今日は、ポニーテールです。はい、はい、うん、玉ねぎポニーテールなんですけど、うん、はい2回言いましたから、はい、ポニーテールね、はい、玉ねぎ言いましたね、はい、はい、毛量が多い方でも崩れにくいポニーテールを今日は 作りました。はい、はい、私もすごい毛量多いんでちょっとどうしたらいいかなと思って考えたのでやってほしいです。はい、ありがとうございます。はい、まあ、僕から一つポイントを、はい、いいですか。やっぱ髪の毛が多い方ってポニーテールするときにここが結構たるみやすいですよね。それを美咲さんの今回のアレンジはたるまないようにするちょっとワンポイントの、ね、はい、裏技テクニックがあって、まあ、ちょっとおしゃれ度がアップするような玉ねぎポニーテールをポンポンポンとお団子を作ってるんですけど、それをやって、まあ、本当に春のファッション、まあ、スプリングコート着たりとか、ちょっとこうなんていうんですか、薄めの白っぽいシャツだったりとかも合うかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんファッションに合わせてみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは動画スタート。リレーのバームをつけていきます。このくらいの量を取って手にしっかり伸ばして、毛先からしっかりとつけていきます。後ろのネープの部分もしっかりとつけていきます。まず上と下の髪の毛をだいたい同じ量になるように半分に分けていきます。上の髪の毛をタッカールで留めていきます。下の髪の毛をだいたい耳の高さの位置くらいでゴムで結んでいきます。真ん中に空洞を開けて下から上に逆リンパしていきます。上の髪の毛を外して逆リンパした髪の毛と一緒にまとめていきます。はつむじよりも少し下でゴムで結んでいきます。拳1個分下でゴムで結んでいきます。その下も同じようにいきます。結んだ部分が丸くなるように下からほぐしていきます。こんな感じで仕上がりました。毛量が多い方でもできますし、春のスプリングコートにもよく似合うと思いますので、春先おしゃれ度アップしたい方ぜひやってみてください。